はいどうも、ミニマリストたけるです。本日も小池彩香さんの運営されているミュージックスクールの方のね、教室に伺っておりまして、今回の動画では小池彩香さんが無駄だと思う支出、そしてお金の使い方で失敗した使い道、後悔しているお金の使い方をちょっとご紹介していただこうと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ではまずはじめに自己紹介お願いします。はい、株式会社ミュージックリベラルアーツバイオリニストの小池彩香と申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ということで、もう彩香さんはかれこれ1年ぐらいミニマリスト生活を送ってきて、うん、もうほぼほぼ物買わないっていうことですけど、はい、はい、なんかお金の使い方とかも結構見直したんじゃないかなとか、まあ、あと後悔した支出とかもあるのかなと思って、今回ちょっとご紹介していただこうということで、はい、今回4つのテーマがありまして、まず1個目のテーマ、はい、今では無駄だと思う支出、うんうん、これをちょっとご紹介していただこうかなと思います。はい、はい、じゃあまず1つ目からお願いします。はい、1つ目は部屋の装飾品ですね。はいですね、はい、これ昔結構お金、ま、使ってたんですね。はい、かなりもう、はい、1つの単価は安いんですけど、それが大量にあったので。100均のやつがメインだったんですか？そうですね、100円ショップとか、あとスリーコインズ結構好きで、あのそこで買っては飾って買っては飾ってみたいな。そうですね、もうカゴがいっぱいになる瞬間がもう嬉しいのと、それを飾る瞬間が楽しくてなるほど、はいはい、でそんなに買って飾って可愛いと思ってたわけじゃないですか、お部屋が可愛くなって、はい、でそれをなんでまたごそっと捨てることになったんですか？でも結局その掃除するときにいちいちどかしたりするのが、まあ最初から結構面倒に感じていて、じゃあ一回なくしてみようかなと思って、一回どけたら、あ、すっきりして意外と居心地いいなと思って。なるほど、もったいないっていう気持ちはなかったんですか？いやー、ありました。やっぱり、あ、これ100円だったらこれ10個でとか思ったりするんですけど、まあそこはもうやっぱり安いものだからこそ手放したって感じですね。なるほど、っていうことですね。まあそういう部屋の装飾品はちょっと今では無駄だったかなと、もう買わないかなっていう感じです。もうそうですね、はい、多分、まあ、教室は観葉植物くらいですけど、でももうこれ以上増やさないと思って、はい、ということですね、はい、ありがとうございます、はい、では2つ目、今では無駄だと思う支出、美容代です、ね、美容代、はい、具体的に言うとどういう、例えば、はい、カッサってあったじゃないですか、わかりますか？あの、はい、あ、はいはいはい、うん、やるやつ、そうです、はいはい、ああいうのとか、はい、あとはこう顔がここら辺が小顔になる、うん、なんか機械みたいなのとかあったんですね。そうとか、あとはなんか座ったら骨盤が整う、うん、整うみたいな椅子とか、はいはい、なんかそういう何ですかね、美容代って美容グッズみたいな、そうですね、グッズに近いですね。なんでそれがまた今では無駄だなと思われたんですか？多分私の使い方がおかしいのかなるほど、その多分ちゃんと持続的にやらなければいけないんですけど、はい、まあまあ、習慣が大事みたいな。そうなんですよ、はい、なんか目に見える効果が私は出なかったので、うん、だから逆にそれよりはその、はい、そういうものを使わないで、例えば自分の手でこうやったりとか、そういう YouTube を投稿されてる方がたくさんいらっしゃるので、はいはい、そういうのでちょっと実践して、あのできるとこはやろうと思ってっていうことですね、はいはい、だからもう結構ね、僕もお部屋の片付け行ったりとかすると、うん、効果が出なかった美容グッズとかもやたらある人いるから、はい、効果がなかったらもう捨てた方がいいみたいな、本当にそうですね、感じで、うん、で、まあ、似たような商品は今後は買わない方がいいかなみたいな感じですか？そうですね、もう買わないように、うん、もうできるだけ自分でできるように、はい、うん、っていうこと。結構じゃあもう YouTube とかで勉強したりとか、まあ、そういうアイテムがなくても美容的には効果があったみたいな感じですか？そうですね、で、はい、あとはもうプロの方に聞いたりとかもやってもらった方が一番やっぱり、うん、なるほどなるほど。で、自分が例えばその YouTube ってもちろん正しいことを皆さん発信してくださってるんですけど、はい、例えばその人に合わなかったこととかもあるので、まあ、そうですね、だからやっぱりちゃんとプロに聞いてやってもらった方が効果が出やすいかなと。そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、で続いて3つ目ですかね、はい、はい、コスメだったりとかネイルですね、はい、これはちょっと今では無駄かなっていう。そうですね、はい、まあ無駄だとは思わないんですけど、はいはいはい、まあなくしても私は今のところその化粧も少し薄めにはしたんですけど、うんうんうん、まあ誰も何も言わないのでなんか今のところ大丈夫そうなので、な、はいはい、化粧ポーチみたいなのも結構ちっちゃかったですもんね、あんまり数少なかったですもんね。そうですね、割とこのくらいですかね、はい、そうですね、はい、昔は結構持ってたんですか？あ、もうメイクボックスっていうのが何個かあって、はい、何個かねそうなんですよ、はい、それをどうしてまた減らして、まあ、いわゆる化粧を必要最小限に言ったらちょっとあれかもしれないけど、うん、少なくしたのかみたいな、なんかきっかけとか、まあ、結局その朝の身支度って、うん、まあ、女性にとって多分一番大変な時間というか、まあ、そうですね、はいはいはい、そうなんですけど、それがやっぱり一番多いのがそのメイク、今日どういうメイクにしようかなっていう、うん、日ごとに違うもんなんですか？ちょっと変えたりとか、例えば暑い日だったりとかすると、まあ、何回もこうメイク直しができない日もあるから、あ、そういうことですね、ちょっと濃いめにとか、うんうんうん、きっちりファンデーション塗ってとか。なるほど、男性では知らない世界ですけどそうですよね、あ、そっかそっか、はい、で、まあ、その身支度の時間とかお化粧の時間で長い
の取られるの嫌だから、まあ、ちょっと少なくしてとか。そうですね、だから日焼けはしないようにとか、はい、日焼け止めとかは塗るんですけど最小限にして、もし人から何かここはもうちょっとこうした方がいいんじゃないとか言われたら足していこうかなと。あ、なるほど、うん、まず一回ガツッと減らして、ね、周りから言われたら足していこうみたいな。そうなんです、はいはいはい、でまあ薄くなったって言われたらじゃあちょっと濃くしようかなとか思ってたんですけど、まあ、あのマスクをし始めてから意外とそんなに皆さん化粧を、まあ、ちゃんとするんですけど、こっから下はそんなに。確かに結構なんかお部屋の片付けしてても、うん、もうマスクするようになったからなんかチークとか口紅とか手放す人が結構多くて、マスクにもつくのが嫌だみたいな。そうなんですよ。そうなんかなくてもいいかもしれないですもんね、うん、ちょっと考えて、はい、まあ、あの、あった方がいい時はつけてもいいと思いますけどね。もちろんもちろん、うん、はい、これからのご時世多分結構しばらく長い間マスクつけること、うん、そう多いと思います。多いからね、うん、手放せるやつは手放してもいいかなっていう、うん、であと僕1個気になったらやっぱ化粧品って1個1個高くないですか。いや高いですね。何千円かしますよね、うん、それがもう今ねボックスからポーチになってだいぶ節約になったのかなと思って。そうですね、だからそのデパートコスメ、うん、いわゆるそのデパコスって言われるものを買わなくなったので、はいはいはい、おー、なるほど。そうなんですよ、大きい節約になって、うん、そうですね。でついでだからなんか服も買っちゃおうとかいつも思ってたんですけど、それもなくなったので、はい、そう、意外に女性って化粧に合わせて服を買う部分もあったりとかって聞きますけどね。そうですね、だから化粧もある程度統一されたから、うん、服とかの無駄遣いとかもちょっと減ったかなみたいな、うん、そうですね、はい、でネイルに関してはどうなんですかね。ちょっと無駄かなと思ったりとか、まあ、必要ないかなみたいな。そうですね、その手にできたら一番ねやる意味があるんですけど、うん、演奏家はやっぱりネイルを塗ってしまうと、はい、その重みでちょっと引きづらくなっちゃったりとか。へ、重みで。そうなんですよ、本当に多分数ミリなんですけど、繊細ですもんね、なんか音ってね。そっかそっか、だからネイルはもう一切しないみたいな。そうですね、今のところ困ってないので。うん、昔はしてたんでしたっけ。あ、昔は、手じゃなくて足は、足の方に、はい、してました。だそこにちょっと、まあ、お金をかけるのというか時間をかけるのもやめてみようかなみたいな。あ、そうですね、結構私だけなのか分かんないですけど、爪が結構伸びるのが早くて、なので結構ケアが大変なんですよね。ちょっと面倒くさくなってきたりとか。そうですね、多分そっちの基準の方が多いかもしれない。なるほど、ということですね、はい、ありがとうございます。はい、では続いて2つ目のテーマがですね、はい、彩香さんが失敗したお金の使い方、使い道もあるのかなと思ってちょっとご紹介していただこうと思うんですけど、はいはい、まず1つ目からお願いします。はい、使うかもとついでに、と思って買ってしまったことっていう、うん、ついで買いですね。あ、そうですね、はいはい、これは例えばどういうのをよく買ってたんですか、ついで買いとかで。ついで買いでも、はい、ドラッグストアでのついで買いが結構私多くて、日用品とか薬系とかってことですか。あ、もありますし、例えばスキンケアのものだったりとか、あとは消臭剤とか。あ、はいはいはい、うん、もうこれ買うからもうついでにこれもこれも買っとけみたいな。そうですね、あ、これいい香りだ、じゃあ買おうみたいな。なるほど、はい、それは何でやめようと思ったんですか、ついで買いは。何をきっかけにというか。ついで買いも、まあ、さっきの気分買いと一緒なんですけど、あ、はいはいはい、結局あの使わないんですね、ちゃんと、うん、まあ、あんまり合わなかったなってことが多くて。あ、まあ、その日の気分によって買ってたからみたいな、うん、ところもあって、うん、でプラスストックはほぼほぼ使わなかったりとか、気にならなかったら全部処分することになるから、うん、そうなんですよ、もったいないっていうところで、はい、ついで買いもやめてっていうことですね。はい、はい、2つ目、失敗したお金の使い道、はい、お願いします。ちょっと長いんですけど、はい、その部屋が良くなったりとか物が整頓しやすくなると思って、で、うん、結局物が増えているだけなのにそれを考えずに物を増やしてしまったことなるほどっていうことですね。はい、でも結構これやりがちですよね。お部屋をきれいにしようと思って物を買って結果物が増えて散らかるみたいな、うん、そうなんですよね、はい、そういうのをなくそうと思ったみたいな感じですか。はい、はい、うん、ちなみになんかそうして良かったこととかありますか。そうですね、やっぱ部屋が広くなりました、うん、あ、まあそうですよね、うん、だからもう本当になるべく収納は買わない方がいいし、うん、なんか整えようと思って物を買ったらちょっと本末転倒かなっていう。本当そうですね、ですね、極力もう物を捨てとかの方が、うん、手放した方がいいと思いますし、はい、やっぱり掃除をしようってなった時に、うん、多分皆さんどうやって掃除しようかなとか思って、はい、多分ググったりすると思うんですけど、うん、その時に一番やっぱり多い記事がその収納を見直そうみたいな、うん、そうですね、はいはい、記事が多いんですけど、うん、そのやっぱり収納する場所を考えるんではなくて、うん、まず物を自体を減らすっていう、そうそう、減らした方が手っ取り早いと思います。そう、なんかミニマリストが流行る前になんかそういうのが流行ったんですよね。流行りましたね。デッドスペースを生かそうとか、うん、そう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 、シンデレラフィットとか、そう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 、その記事が多分たくさんまだ残ってるというか、多分僕らの上の世代だと思うんですけど、うん、そう、それよりかはやっぱり物を減らした方が本当そうです。掃除もしやすいし、うん、もう収納すら考えなくても済むしっていう感じで、うんうん、はい、これはもう本当おすすめですね。はい、
続いて3つ目ですね、はい、後悔しているお金の使い方、まあ、1つ目はとりあえず買うっていう行為ですね。なるほど、とりあえず買う、はい、これどういう時にとりあえず買おうかなと思うんですか。例えばたまたま、うん、まあ、ちょっとドラッグストアの例えが多くて申し訳ないんですけど、はい、たまたま通りかかって、あ、うん、今ちょうどなんか空き時間に時間があるから買っとこうと思って、とりあえずじゃああれ必要だったかな、多分必要だったからとりあえず買おうみたいな、まあ、なんとなくとか、ね、とりあえずっていうところで買うことが多かったっていう、うんうん、はい、それなんかやめた理由とかきっかけとかはありますか。本当は自分の中ではその空いた時間をちゃんと利用してるって思ってたんですけど、はいはい、結局とりあえず買ったものってやっぱりあまり考えて買ってないから、なるほど、はいはいはい、なんですよね。しかもその時間が制限されちゃってるから、その間に買わなきゃっていうなんか焦りもあるし、確かに確かに、そうそう、隙間時間で買い物するとなんか10分とか15分で買わなきゃいけないみたいな、そうそうで結果無駄なもの買って、はい、無駄遣いにもなってっていう感じで、まあ、後悔したから、まあ、そういう買い方をやめようかなみたいな、うん、はい、で2つ目はありますか。まあ、いつか使うといった目処が立っていない購入の仕方、1個目とちょっと似てるんですけど、はいはいはい、うん、まあ、これもやっぱり昔はあったわけですね。そうですね、はい、もうとりあえず出かけていって、あ、うん、今回買うものとは違うけど、うん、まあ、買うかみたいな、そうな、結構物増えがちな方っていつか使うからっていうので買って、うん、ではもう今日明日で使うんじゃないのかみたいなそうそうそう、はい、で1ヶ月後とか半年間で使うだろうとか、うん、なんかそういう曖昧な気持ちで買うのはもうやめようかなみたいな、はい、はい、いうことですね。もう本当に今ではもう目的のものしか買わないって1個の前の動画でも言ってましたけど、そうですね、はい、だとりあえずとか、はい、いつかではもう買わなくなったっていうことですね、うん、これだけでもだいぶ節約になりそうですね。いや、なりました本当にですよね、うん、はい、今シェアハウスっていうのもありますし、そのシェアのなんかルームメイトと、はい、今共同のものを使ったりとか、あ、そうですね、そうだからほとんど支出がもう家賃と食費ぐらい、そうですね、はい、もうほとんど、あとはまあスマホ代とか、あ、なるほど、うん、本当お金かからないですよねはい、はい、ということでありがとうございます、はい、で4つ目のテーマ、はい、これから改善しようとしている、はい、支出ですね、はい、まあ、ちょっと無駄かなと思ってるような支出をご紹介していただこうかなと思うんですけど、うんうん、はい、まず1個目から、はい、1個目がスマホ代ですね、はい、これなんか理由あるんですか、うん、一応去年格安 SIM に変えたんですね。いいじゃないですか、はい、うん、変えたんですけど、うん、なんかそれでも多分もうちょっと減らせる要因があるかなと思ってちょっと今検討中なんですけど、あ、そうなんです、今何のキャリアから何に変えたんですか。au から Y モバイルに変えた。あ、なるほど、ワイモバイルさん、確かにワイモバイルってもうちょっと減らせるかもしれないですね。ですよね、うんうん、そう、僕ももともとソフトバンクでワイモバイルになってちょっと仕事の関係でまたソフトバンクに戻ったんですけど、あ、そうなんですね、そう、だからなんか LINE モバイルとか楽天モバイルとかだったらもっと 2,3 千円とか減るんじゃないですか、ね、多分、うん、ですよね、そうそうそう、でいつぐらいに検討しようかなみたいな、いや、もう今探してます、あ、今探してます、あ、もう本当に今ちょっとやってますね。なるほど、まあ、そこら辺もちょっと無駄かなと思って、うん、通信費とかはちょっと下げようかなって、そうですね、下げたいです、はい、で続いて2つ目、はい、改善しようと思ってる支出は、はい、が医療費なんですね。医療費、はい、それはどういう医療費なんですか。まあ、コロナでなのかわからないんですけど、あ、はいはい、私あのずっとその家でも、まあ、マスクすること多かったじゃないですか、去年から。それでちょっとアレルギー性鼻炎になってしまって、あ、そうなんですね、そうなんですよ。で今ちょっと通院してるんですけど、まあ、なかなか薬ってちょっとやっぱ高いんですよね。まあ、そうなんですよね、そうなんですよ、キリがないし、そうなんですよ、定期的に来てくださいって言われるし、うん、はい、なのでちょっとあの早めにその手術とかなんかちょっといろいろ検討してちょっと今進めてます。手術もするんですね。なんかアレルギー性鼻炎って言っても、うん、結構慢性になってしまうともう治らないみたいなんですね。あ、そうなんですね、だったらもうささっと手術した方がっていうことですか。そうですね、ってちょっとお医者様から言われていてちょっと怖いんですけど。怖いですよね、はい、あ、なるほど、まあ、確かにでも医療費って本当バカにならないし、いや、本当そうですね、慢性的に体調不良になると本当に継続的にお金もかかってくるから、うん、本当もったいないですもんね、はい、うん、だからここはちょっと見直したいと思います。はい、ということで、はい、ありがとうございます。はい、はい、これ3つ目意外なものですが、はい、ジムですね。ジムっていうのはいわゆるスポーツジムですか。あ、そうですね、はい、これなんで無駄だと思ったんですか。いや、無駄というか、はい、改善しようと思った理由。そうですね、改善というか多分これ私自身の改善なんですけど、うん、はいはい、どれくらいの回数を行くべきかっていうのをちゃんと自分のスケジュールを組んで行くべきかなと思って、はい、おー、なるほどなるほど。そうなんですよ、今はもう契約はしてる、ある、あ、してます、はい、今行ってはいるんですか。行ってます、ちょっと最近すいません、はい、なるほど、サボりがちということで、ちょっと最近はサボってるんですけど、はい、なるほど、だからその費用対効果みたいな感じですか。あ、そうですね、これは私自身 の, の、うん、ちゃんとスケジュールをちゃんと管理して、うん、ね、たけるさんなんかすごい、もう最近行ってます。そうですよね、はい、1日に 2,3 回行ってますよね。あ、そうそう、行く時もあるし、うん、もう午前中やって、でこういう取材終わった後にまた行ってみたいな、うん、すごいですよね。そうそう、だから全然僕は費用対効果以上の、うん、効果やってますけど、そう、プランの見直しとかはできないんですか。あ、なんか頻
度に応じてというか夜だけコースとかそこはね24時間で、あ、なるほど、関係ないですね。そうなんですよ。もう辞めるか行くかみたいな感じですか。じゃあ前行ってたジムよりは安いので、はいはい、今多分6000円くらいかな。あ、意外に安い、うん、安いので、はいはい、だから行き続けることはまあしようかなと思ってるんですけど、多分自分がちょっとそれはなんでなんですか。モチベーションが上がらないってことですか。ちょっと今バタバタしてるっていうのもあるんですけど、忙しさ的に、うん、で私結構夜に行くので、もう一番最後の体力を振り絞ってジムに行くので。そういうことですね。そうなんです。朝行った方が良くないですか、もしあれって。朝が、はい、そのだからたけるさんすごいなと思ってるのが、朝行って眠くならないですか。いや、なんか眠くなる前に行くっていう、そうそう、お仕事をして、で僕朝ラジオを撮るんですけど、それ結構眠くなるから、はいはい、もうその前にもすぐ身支度してジム行って、もう本当に徒歩何分とかだから、うん、で大体筋トレすると、まあ、目がシャキッとするから、うん、でその後にちょっとお昼軽く食べて仮眠取って、またお仕事するみたいな。仮眠取るのか。そうですね、そういう流れなんですけど、夜だと結構ヘトヘトになって、なんか気分下がった時とか、もう今日やめようってなりません。うん、まあなりますね。今ちょっとその状態良くないね。本人は一応ジムには通いたいとは思うんですよ、健康的に、うんうん。そうですね。なるほど。ちょっとね、時間のなんか行く時間とかタスク管理とか、そっちの方になるのかなと思って。ね、もったいないですもん、6000円。いや、もったいないです。年間で6万とかだから。もったいないので、そうそうそう、ちょっと行きたいですし。まあ、その辺はちょっと見直し。はい、自分が見直しですね。っていうことですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、で4つ目、これもちょっと意外ですね。食費ですね、はい、これはどういう見直しなんですか。これが、まあ、今ちょっとちょうどそうなんですけど、はい、以前ちゃんと自炊をしてたっていう話をしてたんですけど、 あ、はい、うん、まあ、あれ以降、はい、ちょっとやっぱり忙しくなって、どうしても購入しちゃうことが多くなってきちゃって、はいはい、なるほどなるほど。だからやっぱり食費ってちょっとかさみがちというか、まあ、そうですね、うん、はい、もうすでに料理されたものを買ってるってことですね。そうなんですよ。自炊せず、なおかつ、まあ、女性あるあるだと思うんですけど、はい、まあ、買うんですけど、買うカロリーもすごい気にするから、そうだからサラダとか買うんですけど、はいはい、サラダって意外と高いんですよ。まあまあそうですね、意外に。だから例えば隣にパスタが並んでて、うん、サラダがあったとしても、うん、同じ料金くらいなんですよね、うん、で普通に考えたら、まあ、男性だったら絶対パスタ買った方がカロリーもだって、うんうんうん、まあそうですね、腹持ちもいいし、はいはいはい、いいんですけど、多分女性だったら右側なんだと思うんですけど、そういうことですね。そう、カロリーはやっぱ気にしちゃうので、なるほど、ちょっと全然見合ってないなってことで、そういうことですね、ちょっと考えたいですね、ここは。まあ、もうちょっとまあ健康的に自炊もできたらいいなみたいな感じで、うん、そうですね、今日からやるんですか、じゃあ自炊は。圧力が、わかりました。じゃあちょっと今日から。忙しいところもありますけどね、お仕事がやっぱり大変だったりとか。そうなんですよね。で、うん、その本番のリハーサルの合間とかに食べたりするので、そしたらもうしょうがないですもんね、弁当作る余裕がないとか、ね、とか、あと今ちょっとね、やっぱり暑くなってきてるので、持ち運びもなと思うと。そうですね、まあ、予算の範囲だったら全然ね、いいかもしれないですけどね。そうですね、まあんまり行き過ぎてちょっとね、まあ、コストも高かったり、まあ、癖になったりとかするから、うん、まあ、ちょっとこの辺りは見直しポイントかなっていう。食費は厄介ですね、あの消費しちゃうので、う、結局なので、ちょっとやっぱ買っちゃうんですね。まあそうです、楽ですしね、うん、そうなんですよ。そう、楽さに甘えると本当に、うん、ひどいことで、あの経験者だから僕、はい、あ、そうそう、ずっと、まあ、外食が本当8割とか9割の時まで、もちろんコンビニとかお店で食べるのとかって本当癖になるとやめられないです、はい、いや、そうなんですよね、今やめられない。だけど僕、あのジム契約してからやっぱ体と向き合う機会になって、あ、うんうんうん、あの自炊しようって、あんだけ料理嫌いって言ったんだけど、自炊するようになって、まあ、簡単な料理しかしないんですけど、うんうん、そうだ、ジムに通って美意識を高めるって結構いいかもしれない。そうですね、そっちの方向に持っていけばいいですね。はい、ということでありがとうございます。はい、じゃあ最後にですね、はい、今彩香さん現在の生活費もちょっとご紹介していただけるということで、はい、じゃあまず家賃から、はい、48,500円です。これ結構安いですよね。安いですね。そう、まあ、シェアハウスだからっていうのもあるとは思うんですけど、はい、なんかこだわりとかはあるんですか、その物件選びとか、もちろん家賃の相場とか。割と新築だったので、うん、まあ、そこはすごくあのいいなって思ったのもありますし、はいはいはい、まあ、シェアハウス私初めてなんで、うん、ちょっと仕組みが分かってなかったんですけど、うんうんうん、シェアハウスによると思うんですけど、うん、その日用品とかもちゃんとその管理人さんがちゃんとやってくれたりとか、うん、あとクリーニングもしてくれたりしてくれるんであれば、うん、まあシェアハウスの方が私はお得かなと。確かに便利ですよ、うん、買い物してくれるわけですもんね。もう本当にトイレットペーパーとかも全部ストックがちゃんとあるし、はい、自分で管理しなくていいっていう。いや、楽です、ですね、うん、でしかもなんか一人でいるよりはなんか誰か人がいてくれた方がいいみたいなことも言ってましたし、安心して寝れます、はい、もう一石二鳥三鳥で家賃も安くてっていう感じで、はい、で次、まあ、ローンはないっていうことですね。はい、
ないです、はい、で保険に関してとかはどうですか。医療保険が、うん、まあ、2000円で生命保険がまあ年7万円くらいですかね。っていうことですね、はいはい、なんか保険についてなんか考えてることとかありますか。あ、まあ、ちょっと親に勧められて、はい、書いたっていうのが一番大きいんですけ ど、はい、で念のためのの保険ということで。そうですね、はいはい、で習い事はもう今してない。してないです。今後したいとかはあるんですか、なんか趣味とか。ちょっと今ゴルフを、お意外ちょっと、まあ、ただ素振りをやってるだけなんですけど。ゴルフは前からやってるんですか。いや初めてなんですよ。え、何がきっかけですか。なんかお仕事つながりとかですか。知り合いがやってて、たまたまなんか教えてあげるっていうことで。あ、そうなんですね、はい、教えてもらってるんですけど。なるほど、まあ、そこでもしかしたらちょっと趣味としてお金もかかるかもしれない。あ、そうですね。でも多分知ってるので、はい、ミニマリストってことを多分かなり気を使ってくださってるのか。お金いるんですか、その棒じゃなくてなんだクラブ。いや、なんか練習用のクラブっていうのがあって、あ、今ちょっとそれを借りてやってます。なるほど、なるほど、はい、ということですね。なのでまだ素振り程度なので、まだ全然、はいはいはい、ありがとうございます。で、続いてサブスクですね、はい、これ結構聞き分け言ってますね、はい、そうなんですよ、これが結構言っちゃってて、はい、具体的にはジムとか iTunes とか動画編集。そうですね、動画編集用の、はい、その最近ちょっとアプリみたいな。そうなんですよ、はいはいはい、そういうのを入れてると、まあ、これちょっとジムの料金も合わせてなので、ちょっとこの金額、まあ、ジムが6000円 で残りの2000円ぐらいが。そうですね、 iTunes が900円とか、はいはいはい、かな。で動画編集のアプリもまあ数百円とか。そうですね、はい、なるほど。ちょっとまあ減らせるとこは減らしたいなと思うんですけど、はい、iTunes は結構その仕事柄クラシックの曲をすぐ聴かなきゃいけないので、なるほど、すごく助かってるので。これは、うん、まあ、やっぱ事業投資の部分もありますよね。そうですね、うん、はい、経費にもなりそう、 iTunes だったら。確かに、あ、今いいこと聞いた。はい、いや、でもまさに動画編集とかも、まあ、お仕事ですもんね。なるのか。僕は全然 Excel のサブスク料金とか。それもそうですか。あ、もちろんもちろん仕事につながってるから。今いいこと聞きました。じゃあそしたらそんなないですね、これ。はい、のかなと思ったりとかして、節税になるかなと思って。あ、ありますね、はい、でジムも今後見直す。そうですね、はい、ジムとかどうなんだろうな。サブスク経費はちょっと難しいのか。そうですね、ジムはちょっとプライベートが強いですもんね。そうですよね、はい、iTunes と動画編集はいけそうな気がする。そうですね、 ありがとうございます、はい、で通信費最後4000円、はいはい、これ検討中ってさっき言ってたやつですね。そうですね、もっと結構減らせるらしいので。そうですね、半分くらいなんか減らせるみたいな、うん、多分 2,3,000 円になるかなっていうのはありますけどね、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、で続いて変動費、はい、移りたいと思います、はい、光熱費ゼロってすごいですね。あ、もうシェアハウスだからか。そう、全部込みなので、あ、家賃込みでってこと、はい、あ、めちゃくちゃ助かってますね、はい、助かってます、はい、で食費15,000円、はい、これ結構安いですね。でも、あ、安いですか。一人当たり15,000円って結構安い気がする。そうなん、僕だって昔会社員で社宅住んでた時食費が2万円だったんですよ、うん、だからすごい安い。1万円から1万5000円だったらすごい平均的な感じじゃないかなっていう。平均も全然知らなかったので、はいはいはい、高いなと思って。あ、まあ、でも削れるんだったら削ってもいいかもしれないですけどね。自炊の時は1万円で収まってたんですよ。1万円で収まったら相当すごいと思いますけど。 なるほどね、まあ、まあこの辺もちょっとじゃあ本人としては見直したいなっていうところですね、うん、そうですね、はい、で交際費がざっくり5000円ということで。そうですね、はい、遊びに行く感じの5000円ですか。まあでもほとんどもう遊びに行く機会がなくなっちゃったので、はいはいはい、まあでもお茶するとか食事する程度ですね、はい、ということで交通費結構かかってますね。あ、ただこれあの仕事の交通費込みなので、はい、結構飛び回るんですか。そうですね、移動は結構あるので、あ、そうなんですね。僕も結構あの関東圏移動してますけど、はい、こんな行かないですけどね。あ、本当ですか。僕でも2万円くらい多分。あ、本当ですか。そう、あ、まあ、新幹線とか飛行機とかは除きますけど、うんうんうん、電車移動で、だから結構移動しますね。そうするとそうですね、ほぼ毎日とはやらないですけど、結構な距離を移動するので、あ、そうなんですね。です、まあ、でもこれ行ってみたら経費でもなりますもんね、きっと。そうですね、で仕事の交通費込みなので、一応あの交通費も出るので、あ、まあ、そうなんですね。それ引くと多分もうちょっと少ないかもしれないです。なるほど、なるほど、はい、で被覆費がだいぶ安いですね。月換算で毎月1000円ぐらい、まあ、そうですね、多分年間で考えれば1000円かなと。なるほど、もうほとんど服買わないですね、もう今あるものだけみたいな、うん、もう服しばらく買ってない、買いたいとはならないんですか。はい、まあ、今あるので、しかもそれが安い服ってよりは、まあ、自分がまあちょっとエレガントだなとか、うん、まあ、ちょっといいものだなって思うものを残してるので、うん、大事に使おうと思うからこそ新しいの買わないって感じ。ちょっと意地悪な質問なんですけど、はい、なんか演奏会というか、はい、ね、おめでたいなんか出演するってなった時に、あ、ドレス、そう、ドレスとかちょっと買おうかなとか、はいはい、もしくはなんかもうそういうご収入とか報酬いただいて、まあ、そのご褒美でっていうふうに服買うってことはないのかな
っていう。ああ多分今の私にはその思考はないかもしれないですね。なるほど、昔は逆にあったんですか。じゃあありましたね。もうむしろ手取りでもらったもんならって感じです。もう買っちゃおうかなみたいな。じゃあ今日は美味しいご飯ととか、まあまあ、ね。そうですよ ね、 なるほどね。だからもう今はもう本当にミニマリストになって今あるものを大事にしようみたいな、そうです、ね、発想になったということで、うん、はい、はい、ありがとうございます。で日用品がない。はい、はい、ないです。もうすごいですね。もうさっきおっしゃったようにもう管理人さんがね、シェアハウスで使うようなトイレットペーパーとかは全部揃えてくれるから、うんうん、あ、そうですね、費用がかかってないと。はい、で欲しいものはちょっと交渉して、まあ、これだったら買ってもいいよって言ってくれたら買ってくれます。いいですね。はい、めちゃくちゃ便利。そうですね。はい、で美容品が500円程度っていうことなんですけど、月換算で。そうですね。いわゆる美容品ってどういうやつなんですか。ほとんどその保湿とか。そうですね。化粧水とかくらいですかね。なるほど。まあ2ヶ月に1回買うとか。多分3ヶ月に1回。3ヶ月に1回。ああ、なるほど。めちゃくちゃもうワンコインで済むといいですね。毎月ね。そうですね。はい、今のところは、はい。はい。で、医療費がじゃあ結構高い。6000円。そう、だからこれをちょっとなくしたいなと今。確かにそうですね。これはちょっと見直したが、僕も医療費今完全ゼロですからね。すごいですね。そう、いや本当にびっくりするぐらい風邪もひかないし、あ、まあ、もちろんコロナもないし、うん、あと CPR も高いですよね、あれ1万めちゃめちゃ高いですよね。そう、なんか僕の知り合いが CPR 受けて、うん、で2回受けなきゃいけなくなって3万円、月に3万円ですよ。そう、もうコロナ引いてられ、なんかね、感染したら嫌だなっていうの。いや絶対嫌ですよね。そうそうそう、うん、お金しかかからない。そう、医療費は本当にかけない方がいいですね。いや、そうですね。健康は大事。ちょっとこれはもう今年中にどうにかしたいと思います。はい、そうですね。はい、合計支出額が、いやめちゃくちゃ安い。はい、56,500円ということで、はい、いや結構ミニマリストさんの生活費というか家計簿聞くんですけど、だいたい平均的に、まあ、7万円でもすごい方で、まあ、大体そう平均すると10万円ぐらいなんですよ。で都内に住んでる方とかだと、まあ、15万とか17万とかで。あ、まあよね、そう、うん、いやその上を行くっていう。もう5万6000円で多分僕が知ってる中で一番安いんじゃないですか、ね、本当ですか。おお、すごい。そう、実際昔はどうだったんですか、支出的には。あ、どうなんですかね。でも実家住みだったので、はいはい、あんま変わらないですか。考えてはなかったかもしれないです、ね、家計簿もつけてなかった実家の時は。そうですね、そこら辺はちょっと怠けてた。なるほど、はい、でも一人暮らしというかね、もうご実家出られてこれぐらいで生活できたらめちゃくちゃいいですよね。いや今のところちょっとびっくりはしてます。ですよね、はい、いや僕もびっくりしました、はい、なんかこれだけ生活費削って少なくて、なんか良かったこととかありますか。良かったこと、はい、あ、でも意外とお金減らないなっていう。まあそうですよね。で貯金が減ることも多分まあおそらくほぼないですもんね、きっとね。そうですね、もう貯金用のまあ口座があるんですけど、まあそこは絶対手をつけないと決めてるので。なるほどですね、はい、もうよっぽど食いっぱぐれない限りはね、多分大丈夫そう、はい、本当に5万とか6万だったらもう普通にアルバイトとかね、普通に見つけれれば全然稼げる額だと思うし、うんうんうん、すごいなんか安心できそうですね。不安がなくなりそう。はい、はい、では続いてその他っていうところで、はい、まあ、浪費とか娯楽とかなんか投資系とかもしてるのかなっていうふうに興味持ったので、浪費とかは普段はしますか、無駄遣いというか。まあ多分してないとは思うんですけど。あ、そのこととかあんまりないですか、娯楽とか。娯楽って例えばどういう。例えばいや、なんかそれこそ映画館行くとか。ああ、そういうことか。例えばまあそれこそゴルフに出かけるとか。あ、なんかそういうまあ遊び系、趣味とか娯楽系とかはあんまりないですか。意外とない。コンサートに行くことはあるんですよね。あ、はいはいはい。だから、先月はコンサートあとどうしても聞きたいピアニストがいて、はい、ただあの島内のチケットはもう売り切れてて、うん、あ、そんな人気なんですね。そうなんですよ、だからもう仕方なく大阪のを取って大阪にすごい行ったんですけど。大阪まで。そうなんですよ、だから、でもそれが娯楽ではなくて勉強代というか、まあまあそうですね、に近いかもしれないですね。まあ、なれば娯楽ではないのかなって感じですね。なるほどなるほど、はい、でお仕事休みの日とかはじゃあもうあんまり遊ばないですか。そうですね、私結構そのアウトドアでもあるんですけど、うん、休みの日一人だとほとんどインドアで、うん、あ、もう家で何をするんですか、ゴロゴロするみたいな。結構事務作業をなんかちまちましてるのが好きなんですよね。あ、そうなんですね、うん、で YouTube をこう見ながらやるのがすごい好きなので。なるほど、だからほとんどもう浪費とか娯楽はあんまりお金を使わないっていう感じで。まあそうですね、ちょっと寂しい生活ですけど、最近ちょっとじゃあ増やしたい趣味としてはちょっと娯楽、あ、ゴルフをやってるみたいなと思ったんですけど、まあ素振りしかしないので、いつねグラウンドに出れるのか分からない。こういうのに興味があるとかはあるんですか、趣味とか。これちょっと
みたい、はい、意外とその自分の中でその仕事イコール好きなものみたいになっちゃってて、はい、あいいですね、あでもそれ一番かもしれない、仕事が趣味みたいな、そうなんですよ、だからもう本当 CD 聴いたりとか、あいいですね、がもう結構趣味にはなっちゃってます、ね、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、で、まあ、ローンはなく、はい、あと投資もされてるんですね、あそうですね、はい、これは何年かな、はい、ニーサで、はい、まあ、月3万円ほどなんですけど、なるほど、まあ、ずっと続けて、結構長くやってるんですか、4年5年お結構長いですね、やってんのかな、そのくらい、なんでまた投資をしようってなったんですか、まあこれも、まあ、親の勧めなんですけど、はい、まあ一応やっといたらどうかなってことで、おなんか投資怖いイメージとかはなかったんですか、あ全然それはイメージはなかったですね、ご両親が教えてくれてってことですか、あ、まあ、ありましたし、うん、結構周りがやってたので、あそうなんですね、僕の周り全然いなかったし、なんか最近ね、結構あそうそう最近やって、うん、で僕の親とかももう貯金しろの一点張りだったから、投資のとの字も出てこないし、投資自体も FX とかギャンブル系のイメージがあって、そう怖いイメージがあったけど、そんなこともなく、もう4年前ぐらいから、うん、そうですね、うん、やってます、なるほど、で今後もちょっと継続していこうかなっていう、そうですね、増やせたらまた他のにもやりたいなと、ちなみに投資の目的としてはどういう感じなんですか、まあ老後資金なのか、まあ、人によってはファイヤーしたいとか、まあいろいろありますけど、あまあほとんど老後資金ですかね、うん、はい、うん、コツコツ積み立てていこうかなっていうことで、うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで今回の動画は以上になりまして、はい、まあ、生活費ですとか、はい、まあ、ちょっと無駄遣いだなと思ったところを、ね、はい、ご紹介していただきましたので、はい、ぜひ参考にしていただけたらと思います、はい、ということで本日もありがとうございました、はい、ありがとうございました From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think I said enough. You